リーナス・ベネディクト・トーバルズは、フィンランド、ヘルシンキ出身のアメリカ合衆国のプログラマー。Linux カーネルを開発し、1991年に一般に公開した。その後も公式の Linux カーネルの最終的な調整役を務める。アンドリュー・タネンバウムが開発したカーネルとオペレーティングシステムであるMinixに刺激を受け、自宅のパーソナルコンピュータ上で動作可能な UnixOS の必要性を感じ、自分の趣味の時間と自宅の設備で Linux カーネルの初期の開発を行った。1969年12月28日、フィンランドの首都ヘルシンキで生まれた。父親はジャーナリストのニルス・トーバルズで、母はアンナ。祖父は詩人のオーレ・トーバルズ。両親は1960年代にヘルシンキ大学の左翼活動家であり、父親は1970年代中頃にモスクワに1年留学している共産主義者である。家族はフィンランド人口のおよそ 6% のスウェーデン語を話す少数派に属しており、リーナスの名はライナス・ポーリングにちなんだものだった。1988年から1996年までヘルシンキ大学で学び、Linux に関する修士論文、Linux、A Portable Operating System を書き、計算機科学の修士号を得た。1990年、ヘルシンキ大学在学中に読んだ、アンドリュー・S・タネンバウムのオペレーティングシステム設計と理論及びMinixによる実装を人生を変えた本と述べている。アメリカカリフォルニア州サンノゼに長年住んだ後、2004年6月にオレゴン州ビーバートンの家を購入し、この地域の学校に娘たちを通学させている。家族は空手で6度のフィンランド選手権優勝経験を持つ妻トーベと3人の娘、パトリシア・ミランダ、ダニエラ・ヨランダ、セレスタ・アマンダである。1997年2月から2003年6月まで、トランスメタ社で働いた後、オレゴン州ビーバートンにあるOSDLに移籍した。シリコンバレーでは、スティーブ・ジョブスやビル・ジョイに会っている。リーナスの個人的なマスコットとして、Tuxと名付けられたペンギンがいて、Linux コミュニティからは、Linux のマスコットとして、広く受け入れられている。リーナスの活動にインスパイアされた、エリック・S・レイモンドがその論文、ガラントバザールで述べ著名となったリーナスの法則に、Given enough eyeballs, all bugs are shallowというものがある。深刻なバグというのは見つけづらいもののことを言うが、深刻なバグを探すのに、大勢の人がいれば、どんなバグも深刻なものとはならないだろうという希望を述べたものであり、ほぼ経験則として受け入れられている。レイモンドとリーナスは、この信念を基盤にした、オープンソース思想を共有している。他のオープンソース普及活動家たちとは違って、リーナスは比較的控えめな姿勢を保っているように見られているが、たびたびマイクロソフトの Windows や Apple の MacOS のような競合するオペレーティングシステムについての辛辣な批判をしてきた。一方、GNU プロジェクトとはたびたび対立し、特にトランスメタでの独占的ソフトウェアの開発への従事やビットキーパーの利用と擁護は GNU 側から批判の的とされている。しかし、マイクロソフトや SCO のような独占的ソフトウェア、開発企業による反 Linux を意図した不度に対しては強く反論する声明を発表してきた。また2004年にはサンマイクロシステムズが自社開発のソラリス OS をオープンソースにするという発表について、誰もソラリスの出来損ないみたいな OS で遊びたいとは思わないと思うよ。明らかなことは、彼らはコミュニティの立ち上げには相当な時間がかかるだろうということだと思うよと述べた。さらに続けて、デバイスドライバーサポートの問題が足を引っ張るだろうという点を指摘し、CNET ニュースのインタビューに答えて、Linux でドライバーが足りないとか、なんとか言っているようなら、ソラリス X86 を見てみるといいよと述べるなど、競合している他の OS への批判には容赦がない。他の例では、マイクロソフトの上級副社長、クレイグ・マンデが、オープンソースソフトウェアには新規性はなく、知的財産権を破壊するものだと批判したのに対する反論として送った E メールの中で次のように述べた。マンディはアイザック・ニュートン教について聞いたことがあるのかねえ。彼は古典力学の基礎の構築、リンゴの木の話で有名な万有引力の法則を発見した点で著名であるだけでなく、彼がその業績に対して先人への感謝を示したやり方でも有名なんだ。私が遥か彼方を見渡すことができたのだとしたら、それはひとえに巨人の肩に乗っていたからだ。私はマンディよりもむしろニュートンの意見を聞いてみたいよ。亡くなってから300年も経ちましたけど、あなたの意見はまだ古臭くなってませんよねってね。リーナスはもともと自身のシステムとしてMinix OS を使っており、これを自分で作成した OS と置き換え、この自作 OS に Linux という作業用の名前を付けた。しかし、この名前はあまりに自己中心的すぎると感じたため、フリーとフリークを混ぜて、Unix システムを示す X の文字を足した、フリークスと名付けようとしていた。友人のアリ・レンクは、リーナスにその OS を簡単にダウンロードできるようにネットワークに置くことを勧め、リーナスに自分の FTP サーバーを提供したが、アリはフリークスという名前が気に入っていなかったため、リーナスに Linux というディレクトリを与えた。1991年8月、リーナスはこの成果物をユスネットニュースグループコンプ OS ミニックスで公開した。現在では、リーナス本人が書いたコードは、Linux カーネルのたった 2% 程度しかないものの、カーネルに新しいコードを追加する際の最終的な決定者としての役割を担っている。なお、X-Window システムや GCC やパッケージ管理といったオペレーティングシステム全体に関わる事項については、他のものが行っている。また、多くの Linux ディストリビューションはディストリビューションごとに、独自のカーネルバージョンを持っている。リーナスはたとえ開発者の間で行われたものであっても、カーネルに関係しない議論からは距離を置くようにしているようである。リーナスが書き主導してきた Linux カーネルと他の大勢の開発者によるソフトウェアとを一緒にして Linux ディストリビューションと通称する。さらに、これを単に Linux と呼ぶものも多い。また GNU。Linux と呼ぶこともある。リーナス自身及び GNU の創設者、リチャード・ストールマンは、GNU ベースのディストリビューションは、GNU、Linux という名称を残すべきだとの姿勢をとっている。リーナスは、Linux の商標を保有しており、その使用を主に非営利団体 Linux International を通じて監視している。言うまでもなく、目玉の数さえ十分あれば、商標違反は難しいので、世界中の Linux コミュニティの助けも借りている。オープンソース本来の原則からリーナスは、Linux に商標をつけることそのものを嫌っていたが、1995年に商標を取った。これは、赤の他人が Linux を商標登録したり、脅迫されたりする事態を避けるためである。Linux ファンの中にはリーナスを神のごとく崇めたて祀っている者も多いが、彼自身は自著、Just for Fun の中でそういう対応に困惑しており、迷惑だと感じていると述べている。ありがとうございます。